アメリカのシンボルの一つ、白桃和紙。このシンボルは13の星で構成された六芒星の下に、アメリカの国鳥である白桃和紙が翼を広げた状態で描かれています。この和紙の羽の数は33枚であり、13枚の刃のついたオリーブの枝と13本の矢とをそれぞれの足に握り、和紙の胸にある盾には13のストライプが施され、このシンボルは戦争と平和及び平和への願いを表しているとされています。さて、この白桃和紙のシンボルはアメリカの1ドル紙幣にも刻印されているんですけれども、では、なぜ和紙がアメリカのシンボルとして使用されているのでしょうか。もちろん、白桃和紙がアメリカの国鳥であるということが理由の一つなんですけれども、神話という視点でこのシンボルを掘り下げていくと、どうやらそれだけが理由ではないようなのです。今回の動画では、世界の神話における和紙の象徴が意味するものを起点に、和紙の象徴と日本のある象徴とが一つの点に集約されているのではないかという考察を展開していきます。キーワードは、相当の和紙とヤタガラス、そしてイギリス。そもそも1ドル紙幣に刻印されたこのシンボルは1782年にアメリカの国字として採用されました。興味深いのはこの国字として採用されたこの和紙のシンボルには裏面があるということです。それがピラミッドの上に刻まれたプロビデンスの目。プロビデンスの目とはエジプト神話に登場する太陽神ホルスの左目、ウアジェトの目のことを言います。ちなみに、ウアジェトとは、古代エジプト神話において、コブラの姿をした、下エジプトの守護女神であり、この女神と対をなす、ハゲワシの姿で描かれている、神エジプトの守護女神、ネクベトは、太陽神ラーの娘と呼ばれ、ホルスの右目である、ラーの目につながります。要するに、月を象徴するウアジェトの目と、太陽を象徴するラーの目を持っているのが、ホルスだということなんです。この蛇とワシの統合はツタンカーメンのミイラのマスクでも確認することができます。さて、そんなウワジェトの目なんですけれども、これは万物を見通す目としてフリーメイソンのシンボルとしても知られています。こういったことからアメリカという国の建国にはフリーメイソンが関わっていたとも言われているんです。そして表面のワシのシンボル。実はこのワシにはルーツがあります。それが相当の和紙。そもそも和紙とは鳥類の王であるということから思考の権力や威厳、または再生の象徴として古代から用いられてきたシンボルです。実際にメソポタミア文明においても相当の和紙を確認することができ、最古のものは紀元前3800年頃に刻まれたシュメールのラガッシュの都市神、ニヌルタに関するものです。ちなみにニヌルタとは、以前の動画でもお伝えしたように、メソポタミア神話における農業、狩猟を含む豊穣と戦闘の神のことであり、聖獣に相当の和紙を持つ土星を司る神様です。また、ニヌルタという名前は、大地の主という意味で、風や嵐の神、エンリルの息子としても知られています。先ほどの動画では、そんなニヌルタという名前が、旧約聖書、創世記において、世の権力者となった最初の人であるとされた、フリーメイソンとも関わりが深い、ニムロドの名前の由来となったことなどをお伝えしていました。権力者であるニムロドと、その名前の由来となったニヌルタの聖獣が、権力を象徴する相当の和紙というのは、果たして偶然なのでしょうか。さて、そんな相当の和紙のシンボルは、二つの頭部が、東西の両ローマ帝国に見立てられていたことから、その後継者を辞任していたドイツの神聖ローマ帝国やオーストリアのハプスブルク家などが紋章として使用していました。一説ではその意向を借用するような形でアメリカもこの権力のシンボルを国字として用いたとされているんです。そして、その裏にはフリーメイソン。
実際にフリーメイソンにおいて最高位である第33位階では、この相当の和紙が紋章として使用されています。もし1ドル紙幣がアメリカという国とフリーメイソンの関係を表しているのであれば、もしかするとこの紙幣に刻印されたそれぞれのシンボルとは、古代エジプト神話の太陽神ホルスの両目を示したものなのかもしれません。つまり、向かって右側の和紙がホルスの右目であるネクベタという和紙であり、左側のプロビデンスの目がホルスの左目であるウワジェトという蛇だということです。そして、中央のワンとはザ・ワン。先ほどもお伝えしていたように、和紙というシンボルは相当の和紙としても古代の世界で用いられてきました。それは権力の象徴だけではなく、様々な信仰のモチーフとしても用いられています。例えばキリスト教。キリスト世界において和紙とは太陽を直視しても目が眩むことがない、あるいは人間には近づけない天の領域でも自在に飛翔することができるということから、イエス・キリストの十二使徒の中でも最も重要かつ地位の高い使徒ヨハネのシンボルには和紙が用いられています。またユダヤ・キリスト世界において重要なシンボル、契約の箱。以前の動画でもお伝えしていたように、この蓋には地天使ケルビムの像が2体施されています。実は一説によると、この2体のケルビムとは古代から使用されてきた相当の和紙がモチーフとなったとも言われているんです。実際にケルビムの翼とは和紙の翼のことなんです。興味深いのは、先ほどの動画でもお伝えしていたように、この契約の箱が日本における神輿のルーツとも言われており、2体のケルビムとは神輿の上部に施された鳳凰となったと言われていることです。というのもですね、もともと鳳凰という言葉のうち、鳳がオス、王がメスを指すとも言われており、鳳凰という霊長自体がその引用を合一した2羽からなる存在だとされているんです。もし、ケルビムと鳳凰が、和紙というキーワードでつながるのであれば、この鳳凰の西洋での呼ばれ方、フェニックスとも興味深いつながりが見えてきます。そもそもフェニックスとは、死んでも蘇ることで永遠の時を生きると言われていることから、不死鳥や火の鳥とも称される伝説上の鳥のことなんですけれども、この名前の語源は古代の海洋商業民族、フェニキア人だと言われています。フェニキア人とは商業を発明した民族だと言われており、彼らが赤みを帯びた紫色で染め上げた上質の布で商いをし、地中海一帯の植民地に染料の製造技術を広めたことから、フェニキア人のシンボルカラーは赤や紫だとされています。また、商業を営むために彼らはフェニキア文字を用いるんですけれども、これが今日のアルファベットの元になっています。さて、ここでフェニキア人と鷹のシンボルの関係性なんですけれども、実は彼らフェニキア人は古代イスラエルの十二支族の一つ、ダン族と共に活動をしていたと言われています。こういったことから、ダン族と共に活動していたフェニキア人も、蛇や和紙をシンボルとして使用していたと言います。ここで、フェニキア人と古代イスラエル人とのつながりが見えてきたんですけれども、これはこちらの動画でもお伝えしていたフェニキア人がソロモン神殿の建設やボアズ・ヤキンの柱を設計したということにもつながってきます。フリーメイソンとの関係も深いこれらの建造物。実はこれらの設計に関わったのはヒラム・アビフというフェニキア人なんですけれども、彼はフリーメイソンの祖とも言われているんです。こういったことなどをこちらの動画ではフェニキア人とフリーメイソンの関わりとして考察しているので、興味ある方はぜひ参照してみてください。さて、そんなフェニキアを語源とするフェニックス。このフェニックス自体の原型は古代エジプト神話に登場する聖なる鳥、ベンヌにあります。ベンヌとはエジプト神話に伝わる不死の鳥であり、太陽と同じように毎朝生まれ、
夕暮れとともに死んで次の朝に再び生き返るとされたことから、ベンヌは生と死を繰り返すオシリスとも関係づけられたんですけれども、一説では太陽神ホルスおよびフェニックスのモデルとも言われているんです。そしてこのベンヌは長いくちばしをした黄金色に輝くアオサギの姿だけではなく、赤と金の羽があるワシとしても描かれています。つまりフェニックスの元になったベンヌもワシと関係しているんです。古代の世界から至るところでシンボルとして用いられてきたワシ、実はこのワシのシンボルは日本でも使用されています。それを体現した神様が雨の日ワシの神。雨の日ワシとは、阿波の国を開拓し神道において重要な祭具となる麻や優を栽培製造する役目を担う神であり、農業神としても知られている神様です。この農業神という性質は古代メソポタミアで相当の和紙を聖獣とするニヌルタとも一致しています。ちなみに雨の日和紙自体にも使いの動物がいて、それはフクロウとされているんです。さて、そんな雨の日和紙なんですけれども、興味深いのは江戸時代の国学者であり神道家でもある平田篤胤は、この雨の日和紙をある存在と同一視していたということです。その存在とは、ヤタガラス。というのも、ヤタガラスとは神武天皇の戦の勝利を導いた金糸のことなんですけれども、この金の飛びというのが雨の日和紙の別名、雨の金飛びの命のことを指していると言うんです。つまり金とは金であり、飛びとは飛び、すなわち雨の金飛びと書いて雨の金糸だということです。もし雨の日和紙イコールヤタガラスなのであれば、雨の日和紙とは農業神という側面だけではなく、ヤタガラスが神武天皇の戦の勝利を導いたということから、戦に関わる神という性質も持ち合わせているということになります。偶然にもこれは同じワシというキーワードでつながる古代メソポタミア神話のニヌルタとも一致するんです。もしかするとヤタガラスのルーツとはニヌルタにもあるのかもしれません。ここまではワシというシンボルが相当のワシを聖獣に持つメソポタミア神話のニヌルタへと起源を遡り、日本においてはそれはヤタガラスという象徴へつながっていったのではないかという考察を展開してきました。先ほどもお伝えしていたように、このワシのシンボルは古代エジプトにおいては太陽神ホルスのモデルとされたベンヌの象徴でもあります。ワシのベンヌをモデルとしたホルスの頭は同じ猛禽類のハヤブサやタカでも描かれていることから、ワシもハヤブサもタカも同じような側面をシンボル的には意味していると解釈できます。もしワシやハヤブサ、タカが同じようなことをシンボルとして持っているのであれば、これもまた興味深い内容とつながってきます。実は現代においてもハヤブサとカラスをシンボルとした場所が存在しているんです。それが南東、ここを牛耳っているのがエリザベス女王。アメリカの裏にはイギリスがいるということが事実なのであれば、こういったシンボルもそれを示唆しているのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。